2本2本の虹。久しぶりに虹見た。ストーリー見た？そう、ダブルダブル。台風がね、ちょっと近づいていて、ちょっと危ないです。誕生日おめでとう、なおちゃん、おめでとう。なんか明日の逆上がり公演もね、私は出演予定ではなかったんですけど、急遽中止なったみたいですね。私は私はお仕事は変わらずって感じ。タナベッチありがとうございます。夏のねギフト何ありがとう。昨日今日って何のお仕事？それはいずれわかると思うのでまだ秘密です。ブブカ見れるのちょっと遅くなるのかなとか考えると余計嫌やね。そっか、一応30あさって発売なんですけど遅れちゃうかもしれないね。でもあのスタッフさんがその雑誌とか担当のスタッフさんが先に見てて、チェックでね、ですっごい良かったって昨日教えてくれました。私もまだ見てません。多分みんなのが早いと思うよ。見るの感想を聞かせてください。電子版で発売当日に見ます。ありがとうございます、よろしく。なんかすごく被害が大きいと予想されているので皆さん気をつけてくださいね。台風。怖いね。オフショットは当日から出していいみたい、あの衣装のオフショットなのであと2日待ってください。って言ってもオフショットほぼないんですよね。水着オフショット取れないんでないですけど、ちょっとあります。ちょっと載せますね。メールの写真、今日の私服、そう、もう撮ってすぐは嘘だ、撮ってちょっと経って送った写真です。さえちゃんの写真でにじみれてラッキー
ラッキー、お裾分けです。いいことあるよ。みんなにいいことがあるといい。明日明後日普通に仕事です。バイク通勤頑張ります。気をつけてね。私も明日明後日し明後日関係ありませんが、いや本当にひどかったらなくなるとは思うけど、お仕事も今のところある。でもまたこうみんなにお知らせできる、お知らせできる、みんなが楽しみにできるお仕事ですので、待っててね。気をつける。あ、本当にさ、もうお仕事以外外出しないし、私まあ台風関係なくいつもそうなんですけどね。だからみんなも不要不急の外出を控えましょう。この夏プライベートで水着着れた？着てない、ゼロ。てかね、水着を今まで持ってなくて、あの愛理ちゃんと旅行行くってなって、なんか室内プール行く時に買ったのが初めてだったんで、それしか持ってないんですけど、1回しか着てないね。そう、買ったけど1回しか着てないし、一瞬しか着てない。間に合うなら食材の備蓄しましょう。そうだよね。ポストカード、そうチャットの、あのなんたらかんたらのやつ全部わかんない、なんだっけ、チャットの1周年記念のポストカード出遅れた、全然始めたばっかよ、が届いたようで、皆さんにたくさん時間をかけてたくさん愛を込めて書きました。でもたくさんの方がこう応募というか登録してくれた方全員分のチャットを登録してくれた方にが好きなメンバー選んでみたいな感じなので、そうポストカード当たら、あ、そう当たらないとかじゃないの、だからあの全員分のチャット登録したよっていう方は全員もらえるんだけど、だからそれのために登録したよって方もいたから、そりゃもう書きましたよいや結構たくさんの方がね登録して私のことを、私のポストカード欲しいって
選んでくれて嬉しいです。35人分登録してももらえるんだよね。そっか、35人。毎日通知エグかった。そうだよね。そうだよね。そのためにみんな登録したでしょ。だって全員分ありがとうね。でも今回のそのポストカードは誰宛てっていうのが分かるからこそ、その人だけに向けたメッセージかけたから、なんかそれも良かった。こちらとしてもこうお手紙書いてる感覚だったし、チャットのイベント知らなかった。そう、そっか、またあればその時ぜひ。毎日読み返して毎日うるうるしてる、嬉しい。これさ、前回配信の後も結構送ってくださったり、あと今日はアロンさん3つ送ってくれて、さっき開けたんだけど、さやちゃんのノーマル出ました。ようやく自分を見ました。でもやっぱスーパーレアは出ませんね。ついに。2枚目かな、自分のノーマルは。スーパーレア本当に見たことがない。どんな写真なのか。文章がピンポイントすぎて泣いちゃう。わー、わかる。わかる。本当に一生当たらないの。もうないんじゃないかってぐらい当たんないんだよね。おかしいな。スーパーレアのスクショ送りつけたいもん。見たいの本当に。でもなんかここで見ちゃうとちょっと負けた気がして、自分で初めて自分で見たい気もあるじゃん。ねえ、ミスドの新作なんか見た、栗とかのやつだよね。美味しそう。秋だよ。秋の食べ物大好き。ドワーイス。セットアップ大好きです。はい。セットアップを送りたいから、それでチャラにせん。いいよ。栗好きです。あとお芋スイーツ好きです。シャインマスカット、はい、好きです。
トワイ好きです。11日12日のイベント、あ、なんかいろいろさ、いろいろ告知解禁されてるけどさ、アットジャム出ます。ありがとうございます。ついに新選抜18枚目のメンバーで今回出ます。あと選抜のなんていうの、お披露目みたいなのも決まってます。チケット買いました、早い、ありがとう。劇場でやるやつ、うん。あと栄光のラビリンスの感謝祭劇場であるやつもあるし、それは全員集合でしょ。そうだから今、そうね、そうなの、目撃者が少ないからちょっとあまり劇場でのあれがないんですけど、今後いろいろね決まってることもありますし、逆上がりは私9月のいつだっけ、79月7日、なんか3期が初めて4人揃うのがそこです。9月7日揃ったことがないっていうか、ポジションの関係で揃ったことなかったんですけどってこと。アットジャムどんな感じか、え、まだ1ミリも私たちもリハしてなくてわかんない。え、そうだよ、9月7日多分エレと出たことないし、みーちゃんとも出たことないし、ゆうなちゃんとはいつも一緒に出てるけど、エレミルンは初めて一緒に出る気がします。コントしたいんだよ、さえだってしたい気持ちはやまやま、でも呼ばれないだけ、なんででしょうね。なんででしょう。ちょっとテレビ若干も テレビの音下げました。なんか結構聞こえてたね。いやー呼ばれないんですよ。なんかごめんなさい、全然ちょっといつも言われるんで、テレビの音、さえちゃんの配信テレビの音大きいねっていつも言われる。いつもやれます、多分同じの指示だ、うん、私も全然見てなかったけど、なんか無音が嫌いで
家にいる時とかテレビすぐ音を流したいタイプの、何でもいいからでつけちゃうのよね。いや多分コントキャラじゃないんじゃない？コントキャラが分かんないけど、分かんない。マネージャーさんの選択ですからね。同じ空間にいるみたいでいいですよ。素敵。そうです、部屋は暗い方がよくて、音はなんかあった方がよくて、こだわり。コントコントやりたいですよ全然。やってはみたい。なんか私本当にそういうの好きです意外と。そう、今何時ですかね。10時。僕はやっと君を心配できる。あ、撮りました MV は。10時8分ありがとう、撮りましたよ。ラムネの飲み方考案でしてみたいユニットはありますか？いや、ラムネの飲み方公演を一回見に行きたいねって思います。実際に7期生のを見てみたいかな。はい、劇場版完売数すごいですね。いやいやいや、皆さんちゃんとお支払いしたんですね、えらい。ちょっと心配してました。みんなお支払い忘れてないかなって。ありがとう。また残りわずかも増えたので。よろしく。どんどんなくなっていくから。10年目で初めてサイちゃんの個別撮影。そうなの、ありがとね。応募し忘れダメですよ。ほぼない。あ、名古屋は、名古屋、みんな名古屋、名古屋は名古屋行く？イエーイ。話しようね。オンラインも最初のオンライン11月30はもうないけど、逆上がり声、わがままな流れ星はいつかありますか？
どうですか。でも私歌います、全部。エレピョンさんと小林かなさんのやつめっちゃ見てたんで。歌います。振りも若干わかります。1月19、キューブ完売。エレピョン推しだった。え、わかる。ファーストラブがめっちゃ良くない？ファーストラブ。It's a first love めっちゃいいよね。ね。懐かしいよね。あとまゆさんとすーちゃんさんとの自分らしさっていう曲がすごい好きで、もうすごい好きで、家庭教師のトライに絶対入りたいってママに言ってた。懐かしい。やばいよ。オタクエピ助かる。やば。福岡名古屋東京一通りだった。ありがとうね。待ってるよ。なんかおんちゃんの YouTube で昔のグッズをなんか紹介する動画が上がってて、それ見てすごいエモい気持ちになった。うわ持ってたっていうのが多すぎて。今日いつも以上にパッチリ重い。え、本当？そうかな。たまにさ上さつけ、あのまつげつけるんだけど、今日は何もつけてないです。まつげめっちゃ上がってる。本当ですか？雨にも負けずって感じです。ね、今何分経ちました？ちょっと30分ぐらいで終わろうと思ってたんだけど。準備しなきゃいけないんだ、まだ私は。何時から始めたかも覚えていない。30分経過。今3分は絶対嘘やん。30分経過した。じゃあそろそろ終わりますね。メール送ったからもうちょっとで届くはずなんだけど。ちょうど今30分。え、すごい、すごいじゃん、すごいじゃん。明日も頑張りましょう。学校とかは結構休校のところも多いと思うんで、そういう皆様はゆっくり安全に過ごして。
また明日配信できたらしますね。じゃあランキング読むね。13位ラントゥーリブさん、12位 R さん、11位アサダルイさん、10位匿名希望さん、9位高ようじさん、8位アローンさん、7位竹本さん、6位イシさん、5位マットさん、4位ブビンさん、3位ゆずこしょうさん、2位佐藤としおさん、1位田辺っちさん、ありがとうございました。またねー。